いよ。これは状態。これはやべえよ。これ今いくらですかね。100ぐらいじゃないですか。そうっすよね。だってこれ雑誌とかで見るやつですよ。ですよね。雑誌で見るやつだし、ストック X で高い順にしたら上に出てくるやつですよ。出てくる。うわ。これさっきのラッキーセブンの。ああ、そうっすね。こっちがアンラッキーの13。何足ぐらいあるんですかね。何足あるんだろう。一時期なんか800とか言われてたけれど、800とか400とか言われてるけど、実際はちょっと分かんないです。僕も。ちなみに一番僕出しました。これプレネで。これいくらぐらい出したんですか。これ30です。勝ち組の人だ。いやいやいや。今がおかしい。今がおかしい。確かに。これ30ってすげえ高い。まあ当時はね。当時だと全然高い方だったけど、でも本当にコンディション良くて。その時の判断は。間違ってなかったですね。僕結構こだわりでもう絶対マイサイズ履かないけど、履かないけど履けるサイズじゃないと嫌だ。僕と一緒の考えの人だ。一緒です。履けないものは買わんと。絶対マイサイズです。車買えます。まあまあ中古車買えちゃう。新車でも普通に買えるから。これやばいですね。あそこに何かポツンと置いてんの。オリジナルです。オリジナルですよね。なんか寂しそうに。ヘッツの基本になるにはやっぱりオリジナル買わないとダメみたいな感じですかね。でなくてもいいと思うけど、でもいやなんか一家に一台はみたいな。うん、なんか余裕あるんだったら持ってたらいいんじゃない。85。これは94。いやーすごい。これもヤフオクとか。これ古着屋さんです。古着屋さん、うん、85オリジナルはやっぱヤフオクだと今変な値段するじゃないですか。あんましますね、うん、でも昔本当に10何年前に古着屋さんで買ったんで結構安く買えた。まあ3万ぐらいだった。あ、それでも3万するんだ、うん。バンド販売がなんか結構特殊な感じだったみたいな感じですよね。そうですね。ナイキが結局正式リリースしなくてアウトレットだけで売ったっていう。あ、これ座っても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。やっぱちょっと違うんだな。うん、この質感がこれとは全然違いますね。全然違う。もう上から見ると全然違いますね。全然違いました。さ、これもめちゃめちゃ薄い、うん、そうこれめちゃめちゃ厚い。もう結構ここまででもかなりいかれてるって。これやばくないですか。これ僕この箱見たことありますよ。この箱これがそうで、これがこれを最後にしようかな。これやばいやつじゃないですか。これはやばいやつです。ちょやべえじゃん。こうした大丈夫ですか。もう読み上げるとエアフォースワンビップって書いて、インスパイアって書いてある。あ、しかもメイドイン台湾やん。台湾いいんですよ。ビップのものって台湾製らしいっすね。そうっすね、少量生産。何年前だっけ。もう結構前かな。2008年ですね。12年前に、あ、違うよ、ごめんなさい、めっちゃ嘘ついた。2011でした。2011年にナイキ原宿でやったビスポークのイベントで作った、はい、まあ正真正銘世界一足。低いな。これ売ってないですからね。作れもしないと思うんですよ。素材が結構変わっちゃうらしいんで。そうっすよね、うん、わすげえ。デジカモのピンクです。綺麗っすね、うん、こんなのなかなか見れないっすね。これもやばいんじゃないですか。あー、これ見たことある。リーバイス最初のやつですよね。これデニムと T シャツがセットで、箱がだってやべえもん。箱かっこいいっすよ、ね、箱やばいっすね。デニムがでかすぎて履けない。40ウエスト選べないんですよ。ああ、そうなんですね。シューズのサイズとデニムのサイズが、まあ、大体同じように連動してでかくなっていくんで。38とかかな、インチが。あ、なるほど。めちゃめちゃでかい。次をドンといっちゃいますか。怖いな。もう結構ドンと来てますよね。ドンといっちゃいますか。じゃあ次の年にまた会って、2012作った。この時はちょうどコルクが使えたんで。本当だ。だって自分の名前がソウルクラブが入ってます。ソウルクラブっていう。台湾製のいいところ、重いっすよね。ホース自体も重いし、中に入ってるシューツリーがめちゃめちゃ重い。そうっすよね、すごい重いっすよね。これのシューキーパーで最初からついたんですか。あ、そうそう、これセットで。へえ、わお。一足です。作れるってすごいっすね。結構素材を変えたんだけれど、まとまりが出たなと。へえ、すごい。これってどうやって作るんですか。これこれはもうあのニューヨークからいつもビスポークやってるこのデザイナーさんが来て、でもうその人とその場でセッションしながら素材見ながらどういう感じがいい、ここはこれでっていうのを決めていくっていう。今じゃもうできない。今じゃできないですね。ニューヨーク行かないとできないですね。へえ、すごい。タンの部分の青の影収納めっちゃいいっすね。めっちゃ綺麗ですね。たまらんっすねこれ、まあ、ここがリザードで、ここがスエードで、ここがベロア、こっちがスネーク。結構異素材を使ったんですけど、なるべく色を合わせながら。でしかもこれ作る時に言われたんですけど、イエローが入ってるじゃないですか。ここがどう出るかわからないよ、これがもしかしたら黄色が多めに出ちゃうかもしれないよって言われたんだけど、はい、そこはなんかすごい気を使ってくれたみたいで、はい、いくらやっております。いや、これ売らないです。これは売らないです。まあね、まあ売らないです。なんかもう僕はもうこれ完全に自己満なんで。
占い師この放送が世界で一番かっこいいと思ってるんで、はい、という感じでね、そのクラブさんにねもうめちゃめちゃやばいコレクションを見せてもらったというわけでね、この中から GQ ジャパンのパクリと言ってもいいようなアーティスティックなスニーカー、ハイファッションなスニーカー、レアなスニーカー、高価なスニーカーをね厳選してもらいました。まずねアーティスティックなスニーカーをね紹介してもらいたいなと思います。はい、じゃあ紹介したいと思います。アーティスティックということで、本当はパリダン持ってればパリダンを紹介したいところなんですけど、パリダンがないのでワットザダンクを紹介したいと思います。これはアーティスティックというよりも高価なものに入るんじゃないか、高価な方ですかねっていうレベルのものですよね、うん、もうなんか兼用みたいな感じ、ね、もうどっちもいけちゃうっていう、確かにとんでもないコレクションの中からジャンル全部持っていくぐらいの強さは持ってますよね、うん、本当にやっぱすごいなと思うのが、これだけいろんな色と素材を混ぜてまとまってるというか、一足の靴にちゃんとなってるっていうのがナイキのデザイナーさんのすごいとこだな。これ当時の販売どうでした？僕はちょうどアメリカにいて、はい、その時にポートランドにいたんですけど、そのポートランドの地元のスケボー屋さんがあってちょくちょく通ってたんですよ。はい、でまあダンク SB 出たら買ったりとか、あと普通にスケボーとかも買ったりしてたんですけど、何にも情報を教えてくれなくて、はいはいはい、ある日突然あもう販売したよみたいな、すごい盛り上がったよみたいなことを言われて、当時は買えなかった一足ですけれど、後からもプレネでヤフオクで買いました。アーティスティック兼高価な高価なスニーカーですね。そして続きましたんですけどね、ハイファッションなスニーカーをね紹介してもらいたいのと思います。はい、ハイファッションな一足で選んだのがこちらです。ニューバランス997ノンネイティブコラボでデューンっていう名前がついてます。 DUNE でデューンですね。すごいベーシックな感じなんですけれど、やっぱこのベージュがすごい綺麗で洋服とも合わせやすい、でなおかつここの青がちょっとだけ入ってるのがすごいポイントに、めちゃめちゃいい一足だなと思います。これ結構履いたんですか？これちょこちょこ履きましたね。レザーがすごいいいレザーやっぱり使ってるんで、この辺でも素材とかがすごい、ニューバランスっていうのもあるし、あとノンネイティブのこのなんかこだわりみたいなのめっちゃ感じる一足。これもプレーンですか？これなんと定価で買えたんです。お、1回発売されて、まあ、完売してで結構経ってたんですけれど、なぜか急に再販が出るということで、ネット一生懸命ごちゃごちゃやってたらオンラインで買いました。じゃあ最後にレアなスニーカー紹介してもらいたいなと思いますけども、はい、もう出てきちゃってるというね、はい、誰しも認めざるを得ないという、はい、その同じ意味で持ってる人はいると思うんですけれど、まあ、世界に一足なので、まあ、間違いなくレアだと。レアですね。やっぱ綺麗っすね。綺麗です。本当に本当に綺麗です。見てくださいよ、ここ。こんなないですからね。ナイキのデザイナーの方と話をしながら、どういうイメージで作りたいとか、どういう色を使いたいとか、どういう素材を使いたいとかっていうのをこう話をしながら決めていくっていうセッションを通して、まあ、作り上げる一足。はい、という感じになりますけど、皆さんどうですか？正直なこと言いますと、こんなにあるんだっていうぐらいでしたね。沖縄ナンバーワンと言われるのは伊達じゃないという、今のコレクションっていうか僕なんか特にそうなんですけど、比較的新しいコレクションっていうか発売されたばっかのスニーカーのコレクションがやっぱあるじゃないですか、はい、それだとやっぱりなみたいな、うん、なるけども、こんだけ古い価値のあるスニーカーをここまで集めてるっていうのはもう貴重な時間を本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやぜひね皆さんもね、これはまあ無理だろうこれが擬人化したらなんかボコボコに殴られそうなぐらい強いですね戦闘力やばいですね。戦闘力がやばすぎるって感じですね。スニーカーの世界は死ぬほど深いんやなっていうのをね今回思い知らされましたね。そんな感じで皆さんもぜひね、ここまでになれとは言わないんですけども、こういう世界もあるんだよっていうのをね参考にしてみてください。という感じで今回の動画終わりたいと思います。この動画いいと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタンのチャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。今サプライズ的な感じで、なんとなんとなんと、分かりますかこれ、ロニーとアシックスの最初ですかこれ、まあ、2年目ぐらいかな、2回目ぐらいに出たモデルですね。これ何センチですか？これ 28.5 です。 28.5 だから履けるな。アシックスは履けます、ね、ギリ履けます。いやアシックスなんかちょっとでかいんで履けるんですね、うん、これもらっちゃっていいんですか？はい、これはもう僕が持ってるこのキス大好きなキス大好き芸人じゃないですけどキス大好き YouTuber ケンジさんがぜひ持っててほしいなと思う一足なんで。
いやちょっとね、本当これ受け取るか受け取らないか結構一回僕断りましたよね。そうですね、はい、自分で集めたいって。でも、うん、やっぱりなんか沖縄でやっぱヘッドの方からなんか譲り受けたいなっていうちょっと気持ちになってしまったので、これちょっと受け取らせていただいてもよろしいでしょうか。はい、ボロボロですけど大事にしてやってください。はい、なんかこれなんかさっき聞いたんですけど、箱がこれアシックス、これ元箱です。これは元箱で、なんかなぜかコンバースに改造されて中がティンバーランドっていう外国人のわけのわからない、これ外国で買ったんですか。これ eBay で、eBay で、あ、eBay で買った、うん、なるほど。まあこれのフェイク出回んないですからね。ないです作らないから誰も作らないから。結構買ったのもめちゃめちゃ本当に昔なんで、はい、まだそのキスができたかできてないかぐらいか、まあ 100% フェイクじゃないです、まあまあまあ、これのフェイクはないと思います。まあ作らないです、作らないです、まあ、素材感とかも見れば分かります、うん、まあ確かにこう手に入らないですからね。そうですね、なんかフレネついてるとかじゃなくて単純に手に入らないっていう、よく言うバックボーンと言いますか、うん、そういうのを知ってたら価値は分かるなっていう感じの、ね、素晴らしいですね、ですね、こちらね、はい、いただきました。ありがとうございます。